はい、それでですね、今日ですね、ちょっとエディオンの方にですね、お買い物の方に行ってきましたらですね、妖怪メダルがね、結構売ってましたので、こちらの方買ってきました。妖怪メダル、ゼロ、古典の2、おいでませ、S ランク妖怪様とですね、妖怪メダルゼロ、Z セカンド、今時妖怪パラダイスということで、こちらの方メダル売ってましたので、買ってきました。こちらのですね、いくら買ったかと言いますと、こちらが1、2、3、4、5、6買いました。で、こちらがですね、1、2、3ということで、全部でですね、9つ買いましたので、早速ですね、今から開封の方していきたいと思います。ではですね、こちらの方の、妖怪メダルゼロ古典の2から、開封したいと思いますので、では行きたいと思います。はい。でも行っちゃいましょう、早速ね。はい。はい。そしたらですね、こちらの方開けましょうかね。開封します。ドキドキ。はい、さあ何が出ますかね。あ、なんか赤いのが見えました。こちらね、ちょっと赤いのが見えましたので、これでいきましょう。はい、これはまた入ってますね。はい、いつもの通り後ろバーコードがついてますんで、はい、でいきます。せーのドン。大ヤモリと、なんでこれ、土蜘蛛、これキラキラしてますね。ホロメダルです。こちら出ました。はい、次いきます。はい。まだちょっとね、妖怪メダルのね、妖怪ウォッチの、タイプ0をですね、まだちょっとうちの方では入手できてないんですよね。なので、ちょっと音声はね、今回ちょっと動画できないですけども、メダルだけでも、あ、グリーンです。グリーンはこれ Z メダル 出ました。Z メダル7種のうちの。古典メダルが13種で、Z メダルが7種類、妖怪メダル全20種類あるということで、まあ、こんだけあったらダブルかもしれないですけどね。はい、いきます。せーの、ドン。お、女、女郎蜘蛛。あ、これとよく似てますね。土蜘蛛と女郎蜘蛛。女の人ですかね、これね。はい。それとこちらの方が、これは、円外三面鏡。面白。円外三面鏡です。なんかね、ここのところとかにもし顔があったら、すごいこれはレアだとか言ってましたので、はい。次行きましょうね。どんどん行きましょうかね。はい。ね、みんな見たいですからね。はい。はい。届きました。結構パンパンに入って、お、ちょっと今見えましたね、緑が。Z メダル。見えます？暗いか見えねえな。はい。すいませんね。はい。じゃあちょっと置きましょうか。はい。これでいきましょう。緑がありますよ。緑。出ました。Z メダル。出ました。古典メダルと Z メダルです。せーの、ドン。お、イザナミ。あ、なんか可愛らしいですね、これね。あ、この緑のやつが、おバグ様。おバグ様って書いてますね、ここに。おバグ様って。書いてます。こんなおバグ、バグのあれでしょうね。おバグ様。はい。出ました。古典メダルが。じゃなくて、Z メダルが出ましたね。はい。次行きましょう。どんどん行きましょうね。はい。行きまーす。ちょきゅうちゅり。はい。わ、これは赤いね。はい。さあ、パンパン。あ、緑でしたね。また古典。あ、ホロっぽい、これ。キラキラしてます。ホロです。ホロです。さあ、行きまーす。せーの、ドン。お、あら、ダブりました、これ。1 個ダブっちゃいましたね。まあ、いいですね。1個ぐらい、これダブるでしょう。これね。ダブりました。こちらです。ロボノコ。 ロボノコです。なんでしょうね、これ。ロボットの、土の子のロボット。 土の子のロボバージョン、ロボノコ。ああ、これ結構レアかもしれないですね、これね。レアかな？ちょっとよくわかんないですけど。はい、次行きましょう。どんどん行きましょうね。はい、こちら行きまーす。あ、どんどん行きますよ。お、これまた、あ、出た。古典式が。結構出ますね、古典のね。はい、じゃん。はい、古典式です。フォローじゃないですけどね。はい、じゃあ行きまーす。せーの、ドン。ん？
大矢守、これあったかな、大矢守って。これなかったか。あったあったあった。ダブったな。ダブりました。あー、これもダブったな、これね。円外三面鏡。さっきありましたもんね。円外三面鏡ね。はい。はい。最後いきまーす。こちらです。よっ。はい。さ、出るでしょうか。ほい。よし、こうだな。これ、お、両方赤だ。両方赤です。両方が、これは古典メダルですね。せーの、ドン。あ、ダブってない。おー、出た。一角と、水子。はい、こんな感じです。これが水子。なんかカッパみたいですね。これが一角。なんかちょっといかついような感じですね。はい。はい、出ました。こんな感じです。次行きましょうね。こちらね。Z セカンド。こちら行きましょう。はい。こちらメダルも、なんか、あれですね。こちらは別に古典とか Z とかそんな関係ないですね。はい。行きましょうね。よっ。おっと、お、緑だ。緑のメダル。緑のメダルです。おっと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 、こっちだ。だな。はい、あ、1個ホロですね、これね。ピカピカ光ってます。ホロメダルです。せーの、ドン。お、これはプライドン。プライドン、なんでしょう、プライドンのあれですよね。あ、これ出た。ロボメン、イケメン犬のあれでしょうね。ロボメン犬で出ましたね。ホロです。綺麗ですね、これね。なんかピカピカ光って綺麗ですね。はい、次行きましょう。こちらラスト2つ、行きましょうかね。はい、よっとっと、はい、はい、開きました。お、こっちだ。はい、ちょっと見えたかな、今ね。はい、はい、はい、ノーマルメダルですね、これね、おそらく。いきまーす、と、ん、こんがらギャル。っていうのと、誤り倒し、あー、もうごめんなさい、ずっと言ってるんですかね、これね。これ、こういうメダルです。はい、はい、ラストです。はい、ラスト開封しまーす。さあ、どんなメダルが出てくるのかな。よっ。はい。おっ。はい。よし。ガブニャン出てこないですね、ガブニャンがね。ガブニャン。ん、なんだ、あ、ガブリというガブニャンか。はい。まあ、ホロじゃないんで、ノーマルです。はい。せーの、ドン。はい。出ました。出た、USO。うっそですね、これね、USO。これと、思い出神かなんか。何ですかね、これね。思い出神。思い出神ですね。はい。はい、以上ですね。こちらの方、出ました。はい。こっちの方の今時妖怪パラダイスは、ホロが、ちょっとホロメダルが1個で、こっちの方の、古典の2の方は結構ホロメダル出ましたね。はい。今日出たメダルこんな感じですね。なんか結構揃いましたね。はい。全部並べてみましょうね。はい。全部並べて上から取りましょうか。はい。わかりやすいですね。はい。このようになってまーす。メダルでーす。はーい。はい。こんな感じです。はい。それでですね、妖怪メダル、ゼロ、古典の2、おいでます S ランク妖怪様とですね、妖怪メダルゼロ、Z セカンド今時妖怪パラダイスの、開封動画でした。ありがとうございます。それじゃあまたよろしくお願いします。バイバーイ。はい、というわけでですね、今日ですね、こちらの方開封させていただきまして、この、なんかね、この、ロボ面犬、これがなんか子供がすごく気に入ってましたね。あとですね、僕が気に入ってるのはこちら、USO。こちらの方ですね。なんか、この時ね、ちょうど初めてテレビ見たんですよね、僕ね。すごくなんか面白くて、うっそって言ってましたんでね。なんか、すごい面白いな、ということで。はい。なんかちょっとね、気に入ったメダルが出てましたので、あとこのロボの子、これもすごく気に入ってましたね、子供がね。うわ、出たって言ってましたのでね。はい。まあ、楽しんでもらえるかなと思います。というわけでですね、一応メダルの方なんですけども、本当は、まあ、こういうやつで収納してるんですね、みんなね。はい、こういうやつね。これも買ってきました。今日売ってましたのでね。はい。買っちゃいました。これもね、なんか、のがっぱがついてるみたいで、
本当はこれ開封したいんですけども、一応ね、第2章、第3章も本当はね、持ってるんですね。しかし、第1章がないので、ちょっとね、開封したくても開封したらバラバラになるかなと思いましたので、まだ開封してません。それとこちらの、ジェラソフティーニですかね。これも持ってます、本当は。持ってるんですけども、まだちょっと置いてます。またね、いずれ開封したいなと思っております。これでですね、まあメダルの方ですね、今のところこんな感じであります。まあ、結構ガムから抜けますけどもね、はい、ガブニャンとか、結構こういうもんとかもあります。メダルね、持ってます。これは妖怪ウォッチのね、ついてたメダルだと思いますんで、はい。というわけでですね、今回ですね、妖怪ウォッチ、ゼロ、Z セカンド、今時 妖怪パラダイス、こちらの方の分と、こちらですね、妖怪メダルゼロ、古典のに、おいでます S ランク妖怪様の、開封動画でした。はい、ありがとうございます。またよろしければですね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。